どんこんちゃ。こんにちは。奈々ちゃんです。奈良不思議の吉田桃々です。お若みのぶです。よろしくお願いします。お願いします。ということで。さあさあさあ。はい。ゲストをお迎えしております。はい。西浦和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回ね、怖いお話ね、いただきまして。ああ、いただきましたね。めっちゃテンション上がってますね。うわ、楽しみにしてしまうから、これ。本当に。奈良ちゃん名物、はい、吉田モーモーがファン目線になる。ただのファンです。こんな贅沢なことないですよ。ねえ、そうですよ。僕は今までね、こうやって本を読みながら、ああ、すごい、ああ、すごいって読んでてね、はい、もうすごい遠くにやっぱ感じるわけですよ。はい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 、で、プロフィールとかね、見たどういう方なんだろう。かかってるエンジンがもう前がかりになってるから。来てるぞまた。ということで、まあね、聞きたいこと多々あるかと思いますが、ね、はい、それはね、アフタートーク編にちょっと、なるほどという、置いといていただきまして、はい、今回もですね、はい、はい、西浦さんからちょっと会談をですね、いただければと思っております。はい、たっぷりトークは七浦で。ですね、僕のまあちょっと今ねお話しいただいたプロフィールのお話とかね、はい、見ていらっしゃったと思うんですけど、昔警備会社の社長をやってて、はい、ということで、まあもともとは警備会社の課長で、はい、やらせていただいてて若い頃、はいはい、でその時にね報告書が上がってくるのが好きで、うん、まあ結構まあ決対なまあ要は報告書が来るわけですよ。でそれをちょっと集めていて、面白いなと思って、はい、は例えばね、まあ有名な話だとトーテムポールって書いてあって、はい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 、飛行のところに、はい、異常なく警備終了するトーテムポールとかね、はい、カルガモとかって書いてあるのがいて、はいはい、何っていうと要はここに顔が3つぐらい連なってる人がいたっていうのがあって、まあトーテムポールやなとか、はいはい、まあカルガモの場合には、高速道路の工事をしてたら、はい、車関係なしに人間の列がずーっととあの要は上り車線で下り車線の工事したんですけど、はい、下り車線から上り車線にずっと歩いていくのが見えて、車が通り抜けていくのが見えながら、すごい、うん、カルガモだ、カルガモですね、カルガモの親子ですよね、それね、ありますね。まあ、でも何ヶ月か後にそこって、はい、2箇所あったんですけど、はい、1箇所は関西の方なんですけど、はい、阪神淡路で崩れちゃったんです、はいはい、ああそうなんですね、なので、それが結構ね、なんか、予兆なのか、偶然なのかっていうんですけど、それもらった後だったチョコだったんで、そうなんですね。はい。っていうのもあったりして、まあやってたんですけども、他にも実はツアコンをやってたりもしました。ああ、そうなんですか、ね、はい。ツアコン、一時期ね、警備会社を、このままじゃダメだ、なんか、他の仕事もやろうと思って、ツアコンになったんですけど、なぜか若かったので、修学旅行担当で、はい、で、そうなんです。当時まあ、現場で言うと修了担当って言うんですけども、はい、修了担当になっちゃいまして、体力あるから、はい、で、大体、日曜日に移動して、はい、月曜日の朝から、はい、修学旅行に行って、はい、で、土曜日帰ってきて、はい、で、また日曜日に移動し、次のところに移動して、前乗りして、で、月曜日が連れて行くっていうのを、半年やってたんですよ。あ、そうなんですね。そしたら自分の修学旅行の思い出がごっちゃになって何も。あれ俺ここ行ったっけ、あれこれ何で行ったっけ、混ざってもってはい、だから少なくとも金閣寺は30回も読んでめちゃくちゃ見てますね。そんな行かないですからね、人生で。よっぽど金閣寺好きじゃないと、はい、半年以上1年後ぐらいやってたのかな、その修了さんと、まあ、バスツアーとかもやってたんで、はい、そんな目にはあるんですけど、はい、そんなのやってたんですね、はい、その時に、修了じゃなくて、はい、バスツアーが入ってきまして、はい、で久しぶりのバスツアーだったので、はい、すごい楽しくて、はい、うわよかったよかったバスツアーだって見たら、行き先が佐渡って書いてあるんですよ、はい、で要はね、いいじゃないですか、魚も美味しいしお酒も美味しいし、でフェリーで行くなんてね、なかなかないので、はい、よかったと思ってお客さんを連れて、はい、佐渡まで行ったんですね、はい、で佐渡まで行ってでフェリー乗せてお客さんホテルまで連れて行って、はい、でどうぞどうぞって言いながらお客さんをとりあえず部屋割り振って入ってもらって、あとは夕食に要は大部屋でカニ食べ放題なんで、カニを食べに来てくださいねと、はい、いうことで、まあ、大部屋のご案内をした大部屋というかね、何ですか、ご飯食べる宴会食べたところですね、そこの案内をして、はい、で自分は自分の部屋に行くことになるわけです、はい、で要は全員を入れて、うん、でじゃあって言って僕の部屋はってなるわけですよ、はい、ところが一応ね添乗員はお客さんじゃないので、はい、旅行会社からするとお金もらえない人なんですよ、はい、ただのスタッフさんでしかないです、なるほど、
はい、一応ね旅行代理店の人間なのに、うん、まあ要はいろいろあるわけですよ、うん、でまあ場所によってはすごくいい部屋をあてがえてくれるところもあるんですね、うん、例えばどこだろうな、あの能登の加賀屋さんとかってね、まあ、名前いいところにいらっしゃるんですけど、あのすごいね和倉旅館のね、加賀屋さんなんかは結構ねいい部屋来るんですよ、なんか自分もねその要はあそこねただじゃ泊まれないじゃないですか、すごい高いじゃないですか、だからあいい思い出になるとかって思いながら泊まれたりするわけですよね、うん、そこはじゃあ、ね、そのホテルとか旅館側の裁量なわけです、いいところ当てがあるか、まあ、そうでもないところっていうのは、はい、だから布団みたいなところも来たりとか、あとは添乗員同士が相部屋で、まあ、要は普通の部屋に5人6人泊まらなきゃいけないとか、なるほど、あの要はその時の状況によって部屋が全然、なるほど、でその時いや僕の部屋どこになりますかね、はい、っていうふうにホテルの人に聞いたら、あの特別な部屋をご用意してますかって言われたんですよ、あれで、あ、特別な部屋って、なんだろう、で一応、はい、要は相部屋になっちゃうんですけど、はい、特別なお部屋をって言われたんですよ、相部屋って、いやあの来られたバスの運転手さんとガイドさんもちょっとご一緒になっちゃうんですけど、はい、あの特別なお部屋なんで、はい、あのご案内しますよって、うんうん、なるほど、あそうなんだと思って、はい、で、まあ鍵をもらったら、はい、1階の、階段の脇にある特別室って言ってたんですね、はい、で、ああと思いながら、バスのところまで行って、運転手さんとガイドさんに、あの、お部屋の用意ができてるんで、ちょっとアイデアですけど、どうぞっていうふうにお話をしたら、運転手さんが、いや、俺ら泊まんないからって言うんです。で、ガイドさんは私も泊まんないからって。え？え？いや、俺ら別な旅館取ってるから、あのそこ一人、あの、あれ、使っていいよって言われるんですよ。いや、でも別に使えますよって言ったら、いや、いいからいいからって言う。で、その時僕がかかったんで、あ、これ運転手とガイドができてて、なるほどね、で、二人で別の旅館のとこにしっぽり行くんだろうなって思ったんですね。はいはい、あ、そうですか。あ、わかりましたわ、ね。どうして。逆にすみませんみたいな。使った程度ね、こっちが。で、自分で一人でその部屋まで。ガチャガチャって特別にしたんだなって、パッて開けたら、あの、細長い部屋なんですよ。で、ね、右側にずっと畳が並んでて、左側はね、あの土間みたいなんですよ。歩けるような。はいはい、いや玄関上がって、で、上がりがまちが普通あるじゃないですか。これがずっと廊下側まで続いてるんですよ。廊下からずっと、その要は、まあ、向こう側に窓があるんですけど、うん、窓側まで続いてるんですよ。で、そこに、要は左側のところにトイレとお風呂がついてる、露天温泉。お部屋付きの露天みたいな。露天温泉もないし、当時露天温泉が部屋についてるってないですから。当時はそうですよね。はい、だから、相引きの部屋かなって思ったんですよ。それぐらいの部屋じゃなくて、お客さんの部屋そんなにいい部屋じゃないんですよ。そうなんですね。要は、あの、お客さんの部屋のお風呂は、ちょっと、まあ、要は、ユニットバスみたいなのがついてるので、あと、大きい大浴場に行ってくださいっていうのが、要はあるやつですよね。はい。だからって言って、わあ、すごいお風呂ついてると思って、開けてバッて見たら、全部岩が外れてるんですよ。要は床の岩とか全部工事中みたいに剥がしちゃうんですよ。うん、で、ほこりもかぶってて、全然もう何年も使ってない。なんだ、使ってない部屋なのかと思って。まあ、だったらまあ天井部屋だなと思って。で、トイレに行ったら、トイレも、要は便器に水が入ってない。臭いです、ちょっと。匂いがこも、あの上がってきちゃって。うわーと思いながら、あ、そっか、これも要は共同のトイレに行かなきゃいけないから、部屋はいいけど、天井員用にあてがった部屋なんだなと、運転手とか用意でって、しょうがないなと思って。で、まあ要は、その、なんだかんだ荷物の整理とか、片付けをしているうちに、まあ食事の時間になったので、まあ大広間に行って、で、宴会場に行って、お客さんがあって、はい、こちらですよ、つってご飯を食べさせて、食べさせて。で、終わった後に、じゃあ、ということで、部屋に戻って、ガッて開けたら、すごい雰囲気悪いですよ、なんか部屋の。何つったらいいのかな、闇が迫ってるっていう、さっき前のね話した話とそうなんですけど、はい、足元がね暗いんですよ、うんうんうん、でもね正面のその要は部屋入った向こう側に窓があるんですけど、うん、窓の向こうからはイカ釣り場のイサリビが見えるんですよ、はいはいはい、要はこれから今出番出航しますっていう、はい、そのイカ釣り漁船のライトがこうこうとついてて、まあ、テストなんでしょうね、はい、でそれがわーって見えるわけですよ、はい、明るいはずなんですよ、はい、ところが弦が入った入り口のところは暗いんですよ、うんうんで、あれと思いながら、とりあえず電気つけて、で、要は、自分用のお風呂の準備だけして、はい、で、要はお客さんから、だいたいそのね、
お風呂に入って部屋に戻るぐらいの時間を見計らった後にもう連絡来ないだろうなっていうところで自分でお風呂場に入って、はいはいはい、でお風呂、はい、でもう怖いから電気つけっぱなしで行って、はいはい、で帰ってきて部屋に入って、はい、で明るいからでもちょっと薄い感じがするんだけど、はい、部屋に入ってとりあえず布団を敷いて、はい、で自分でその中に潜ったんですね、はいはいはい、でとりあえず電気消して、はい、で寝た、はい、そしたら畳の上をピタッと音をするんですよ。なんかね、濡れた足で歩いてるんですよ。畳の上をピタッ。この上げるときにピタッと上がるんですか。あの音ですよ。濡れてると、はい、ピタッ。ピタッ。イメージできますね。ピタッ。ピタッ。ピタッっていうのが聞こえるんですよ。はい、えっと思ってるうちに、またそれが板の、板っていうかね、その上がりかまちの床の上をピタッ、ピタッ、ピタッって歩きながら、うん、その奥に消えていくんです、はい、で消えてっていうのは方向的にはお風呂場なんです。おお、なるほど。あれと思ってるとまた中からペタペタペタ出てきて、うん、今度布団の周りをペタ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 くるくるって歩くんですよ。で怖くて目覚まして周り見るんだけど真っ暗で、はい、でもうイサリングのあれも見えなくて、はい、真っ暗なわけですよ、はい、まあ気持ち悪い怖いと思うんだけど、はい、もう電気つけに立ち上がるのも怖いんですよ、はい、なるほど。で音だけはするんですね、相変わらず部屋の中ペタ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 、うわー怖ーと思いながらやってるうち、そのうちに壁が鳴るんですよ、ドーン、バーン、うわー怖ーと思って、うん、どうにかしなきゃいけないと思って立ち上がって、はい、まあ、電気パッとつけると音が止むんですよ。へえ、このまま寝なきゃいけないなと思って、はい、電気つけたまま寝てたんですけど、ふって気づくとまたペタペタドーンドーンと音がするんですよ、はい、全然わかんないですよ、壁叩いて、本当に叩むんですよ、それを、はい、要は部屋の境とはいえそれを叩いて響くぐらいの音がするわけですよ、はいはい、でうわーと思いながらはっと目覚めると真っ暗にすまた、うん、でまた立ち上がって電気をつける、でまた寝る、はい、でまたドンドンピタッと見ると真っ暗になって、はい、で3回ぐらい繰り返すんですよ。そのうちに外が少し明るくなって光が入ってきたら収まったんですよ、でもう怖くてしょうがないんで、そのまま要はすぐに着替えて出る準備して、朝5時半とか6時ですよ、でロビーで休むんです、うん、お客さん出てくるのは8時過ぎなんだけど、6時から8時まで、ずっとあのロビーの、あのソファにずっと戻りたくもないしね、忘れちゃったよね、そんなの、はい、そしたら、バスがやってきて、で運転手さんと、はい、あのガイドさん降りてきて、はい、でおはようございますって向こうがやったら、おはようございますって言ったら、はい、特別室だっただろな、だからあそこな、あの長くやってる人はたまんねえんだよって言われて、よく言ってくださいよって話になったんだけども、だってあれからだとあの時間からだったらやっと取れねえよってギラギラ笑ってるって、悪いうのがある、はい、はい、うわわすごい怖い、まあ何年かね、こういうのたまってくるやってたんですけど、はいはいはい、そこは結構あの、はい、で壁叩いた向こう側は外なんですよ、隣の部屋じゃないんですよ、家族屋だった。なんだよ、何かわかんないですもんね、何がね、外からどうしてきてんのかも、ガレンシ歩いてる足音もなんかお風呂場に戻るって感じになったりとか、はい、でもその部屋誘導したそこにね、うん、部屋当てがった人はもしかしたら知ってる、いや知ってるんだと思います、ね、知ってますよね、うん、多分ね、特別帰りがけに、はい、あの特別室ありがとうございますって言われましたいや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 、逆だよ、逆で使ってくれて我慢してくれてありがとうございますみたいな、部屋が嫌な感じの時ってすげ僕も分かるんですよ、あの地方の前行った時に開けた瞬間に本当に完全な闇とかこういう黒い煙ではないんですけど、黒いもやがボワッ感じられます、はい、あるんですよ、はい、たまに分かる人分かるもんね、そういうのは、でもその時はもうそこの部屋当てがわれてるんでしょうがないんで、その僕ちょっと塩持ち歩いてるんで、もうお塩でもやるしかなくて、まあ、守る方法とか気休めですけどね、手とかはありますけど、こういう黒いもやみたいなのすごい分かるんですよね、なんかそうなんだ、はい、足元とかなんか手元が見えなかったりしますよね。ああ、そうっすね。そうなんです。はい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 。
あの上にあるパターンもあるんですよ。天井に黒い渦みたいなの。はあ。それ引っ越しの時とかたまにあって。換気扇強くしたらね、吸い取ってる。吸い込まれるか。いやなんか俺だったらわかんないけど、俺はわかんないけど、ね、そういうのがあるんだ。空気清浄機効くんですよ結構。そうなんですか。はい。空気清浄機結構ね効きます。空気清浄機多分本に初めて書いたの僕だと思います。そうなんですね。もう10年以上前ぐらいに書いてるんですけど。空気清浄機はあれですか、ナノみたいなやつの方がいいんですか。プラズマクラスター。プラズマみたいなやつがいい。ね、入れるとすっごい勢いで回るんですよ。赤いランプついてうおーってするんですよ。なるほど。臭いやつ吸い取った時に赤になるんですよね。なんか感知した時になんか点灯するとかそういうのがいい。不思議とね、青になると本当スッキリするんですよ。これはいい情報ですね。見てる人もね、なんか炎症で困ってたりする水蒸気とかね、いい空気清浄機がいいですね。プラズマクラスターね。いや、すごい話いただきましたけども、ということで日本語もはい、西村さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、チャンネルでした。どうもありがとうございました。